珍しいですね、あなたが道場に来るなんて。だってこうでもしないと話をしてくれないじゃないですか。僕のことを避けているでしょう。何か要件が？今に始まったことではないですが、最近ますます世間から警察への風当たりが強くなっています。都合の悪いことは内々で処理してきたのですが、ここ最近はそうもいかなくなってきましてね。何が言いたいか分かります？いえ。君たちイサドラが裏で関わっている行為について何もなかったことにするのにも限度があるというお話なんですよね。以前君たちに盾ついてきた方々、あれを処理するにもなかなかに骨が折れたんですよ。なのでしばらくは揉め事がないようにお願いします。助けてほしいと頼んだ覚えはありませんが。頼まれずとも子を守るのが親の役目なんですよね。ま、しばらくは見守るだけにとどまりそうですけど。この件は黒川さんにも伝えておきますけど、くれぐれも事件などを起こさぬよう派手な行動は控えてくださいね。はい。正義を貫かずに何が警察なんだ。なんだ。いや、カフェ来てからそれで何個目だったっけって思ってさ。これで6個目だな。北斗が甘いもの、特にシュークリームが好きなのは知ってるけど、6個は多くない？食べてないのに俺まで口の中が甘くなってきた。てか月は遅いね。出席日数の補填課題を提出してから合流すると言っていたからな。長引いているのかもしれないな。かな。てかいいよね、芸能系に特化してる学校は。授業出られなくても進級できちゃうし。その代わりに課題の量が多いらしい。だから月夜が今遅れているんだろう。まあね、どっちがいいかって話だね。お前は望めば月夜と同じところでも行けただろう。行けたかもしれないけど、やっぱ進学校で成績トップっていろいろと有利じゃん。有利って？だから北斗も俺と同じ学校なんでしょ。まあな、後々いろいろと有利だしな。ほら一緒じゃん。それに警察組織トップの息子が芸能学校に通っているのは体裁が悪いそうだ。全然いいじゃんね。融通が効かないんだあいつは。父親のことあいつって。まあいいけど。でそんなにシュークリーム食べてるってことはそのパパンとなんかあったけ？鋭いな。わかりやすいっしょ。北斗がシュークリームどか食いするときって大抵がパパンとなんかあったときだからね。あ、そうか。出れんなって。で何があったん？月夜が来てから話そうと思っていたんだが、うん、ごめん遅れてしまって。月夜お疲れ。全然大丈夫だよ。授業だったんだろ、気にするな。うん、久々の登校だったから課題が多くて待たせちゃったよね。いいって。本当だったら直で現場だったの。俺のわがままでカフェ待ち合わせにしてもらったんだし。むしろごめんね。それもそうだな、ほぼ毎日顔を合わせているのに今さら3人でカフェって。なんでよ、いいじゃん。おしゃカフェで集まって話すのとか学生の醍醐味っぽくない？青春謳歌しなきゃダメじゃん。青春ね。うん、小太郎の言う通りかも。いや月夜、無理に付き合わなくても。無理じゃないよ、たまにはこういう息抜きも必要だなって思ったんだ。僕も注文してくるね。あ、おすすめは季節限定のカフェラテにホイップ増量、チョコソース追加、シロップ増量カスタムだよ。わかった、
本当に分かったのか。見て、スキヤとカフェってめっちゃ絵になる。かわちい。お前な、カフェで注文とかしたことないであろうツキヤがレジでちょっと慌てているのとかやばくない？超可愛くない？あ、ほら店員さんがそわそわしてる。それはそうだろう。イサドラのツキヤがカフェにいるなんて。ツキヤだって普通の高校生なんだし、カフェくらい行ってもいいっしょ。悪くはないが、イメージがつかないんじゃないか。レジで孫つくツキヤなんて。ギャップ萌えってやつだって。あ、帰ってきた。おかえり。注文は大丈夫だったか？うん、大丈夫だったと思うけど、サイズとかいろいろ複雑なんだね。慣れれば大丈夫だって。てかカフェにイサドラ揃ってんのとかマジレア。写真撮っとこう。写真イサドラとしての活動で一緒にはいるけど、こうして制服姿の二人と出かけるのは初めてかもね。常に現地集合、現地解散だからな。そんなんビジネス仲良しみたいで、いや制服デートみたいで楽しくない？デートって。言うて今後の話もちゃんとするから、とりあえずはいいじゃん。ほら北斗の話も聞くし。北斗の話？今日機嫌悪くてさ、パパンとなんかあったんだって。それって今ニュースでやってる事件と関係ある？ああ、実は。はい。イサドラの皆さんですよね。私たちファンなんです。よかったらサインとか。そっかそっか、いつも応援ありがとね。でもごめんね、俺たちサインとかあげられなくて。握手で勘弁してくれる？握手してくれるんですか？おい、安請け合いすると。イサドラだ。やば、私も握手してほしい。あ、ごめん、予想外にファンがいた。だから安請け合いするなと言っただろう。全員と握手していたらこの後のステージに間に合わないかも。ですよね。ということは逃げろ。ごめんね子猫ちゃんたち、また機会があったらよろしくね。お前が気まぐれにカフェに行こうなんて言うからあ、ごめんって。まさか会場まで全力疾走するとは思わなかったよ。まあまあまあ、試合前のウォーミングアップって思えばね。前向きに捉えようとするな。だって。でも楽しかったよ。カフェで注文なんて初めてしたから。好きや。これからももっといろんなことしようね、ピエン。調子に乗るな。俺を巻き込んで抱きつくな。テヘペロ。ま、ほらテレビでも見て落ち着いて、リラックスして。ごまかすな。人気大絶頂のバーンズスクール保持ダンサーチーム、イサドラのイベントの様子をお届けいたしました。圧巻のステージ、まさに王者の風格ですね。王者の風格だって。ありがたいね。ダンスニュースでした。次のニュースです。警察官による横領事件につきまして、今朝検察は業務上横領の容疑で関係職員を書類送検しました。今後の捜査方針については。ああ、見てたのに。カフェで話そうとしていたことって、警察内部での横領や癒着が明るみに出たことで世間の警察への風当たりが強くなっているそうだ。なの、自業自得じゃない？まあな、奴らは身内の不祥事は全力で隠し通す。にもかかわらず今回の事件が明るみに出たということは、内部の不正を告発した人間がいるということだ。じゃあ警察内部では犯人探しに躍起ってこと？その通りだ。裏切り者は決して許さない。裏切り者って、そもそも不正を行った方が悪いんじゃ。本来裁かれるべき人間よりも正しい行いをした方が不当な扱いを受ける。どれだけ腐っているんだろうな。んで、
その話と北斗パパンの話はどうつながるわけ？そういった状況下で俺たちがやっていることをうやむやにするのにも限度があるそうだ。あの前に騒ぎになった時とか。おー、あったね。なんかナイフ持って突っ込んできたやつ。でもあれはしゃあなくない？俺もそう思う。というか俺はそもそもあいつに対してどうこうしてくれと頼んだことは一度たりともないのに、それを。顔こわ。ちょっと北斗落ち着いて。てかそんな状況ならさ、今日のバトルは中止にしてもらった方がいいんじゃないの？あいつは今朝黒川には通達したと言っていた。その上で黒川が今日バトルを開催すると言ってきたんだ。言ってきたかもしれんけど聞く必要ないでしょう。そうだよ、今の状況でもし何かあれば。北斗パパン、ただじゃ済まないっしょ。黒川なんてほぼ半グレみたいなもんだし。だがこの状況を作ったのもあいつだ。立場が悪くなったからおとなしくしておけなどと都合のいいことばかり言って。そうかも、だけどもう反抗期かよ。ん？黒川のおっさんかな。はーい、開いてますよっと。うわっ！うわっ！誰？今日の対戦相手の一人だよね。何のつもりかは知らないが、その物騒なものをしまえ。今なら不問に。うるせえ！俺はもう後がねえんだ。お前らに今日負けたら俺は。どうなるわけ？臓器売られるとか？バカにしやがって！煽るな！ごめん。てか今流血だったとかになったら超ヤバくね。そうだね、大事にはしない方が。って言われてもどうしたらいいの？俺が何とかする。ダメだよ、北斗が騒ぎを大きくしてどうするの？それでお前たちが怪我をしたらどうする？でも騒ぎになる前に肩をつけるから問題ない。ごちゃごちゃ言ってんじゃねえ！ちょっ、うわっ！痛そう。北斗、加減して。わかっている。こんなはずじゃ。こんなことをしている暇があるのならまず技術を磨け。俺たちをここで潰したとしてもお前たちに先はないぞ。くそー！ああ、行っちゃった。すまない、ああするしか方法が。いいよ、僕たちのためにしてくれたことだし、ありがとう。ああ、びっくりした。てか、このタイミングでこんなこと起きるか普通。もしかしたら。何？いや、考えすぎかもしれないが、今の男、わざと騒ぎを起こしたんじゃないか。どういうこと？黒川には、おとなしくしていろという話がされていたはずだ。にもかかわらず、今回いつも通り闇バトルを開催している。黒川さん自身は、警察とのつながりをつまびらかにされても痛くもない。けど、北斗パパンはそうじゃない。俺たちを使ってパパンを揺すっているわけね。どいつもこいつも腐っている。お父さんの立場もあるだろうし、どうだろう、しばらく闇バトルの方を控えるのは。断る。なんでよ。現段階であいつに黒川との接点をつついたところでうまくかわされるのがオチだ。もっと否定できない材料を揃えなければ意味がない。北斗のパパンを売ろうって感じに聞こえるけど。その通りだが。仮にも父親でしょ？そんな簡単に。父親であろうが、正しくないものは許されない。でも、北斗のお父さんのおかげで、面倒なことに巻き込まれなかったのも事実だよ。俺たちは何も頼んでいない。あいつが勝手にやったことだ。一貫してるな。これだけは言っておくが、お前たち二人があいつに恩を感じる必要なんて微塵もないからな。そもそも剣をこそすれ感謝する言われはない。
ね、剣をって。北斗がそう言うなら気にしない。でも、実の父親と対立するということが、どういうことかは考えた方がいい。覚悟の上だ。はあ、盛大な親子喧嘩に巻き込まれちゃった感じ。お前がそれを言うのか。ああ、はいはい、言えたきりじゃありませんけど。俺は俺の正義を貫く。そのためにイサドラはもっと高みを目指さなければならない。自分勝手な話だが、二人にも一緒に覚悟を決めてほしい。北斗も北斗でわがままじゃん。ま、でも今日俺のわがままに付き合ってもらったし、地獄の底まで付き合うとしますか。北斗の覚悟は分かってる。イサドラが高みを目指すということは僕の目的のためでもあるから、もう覚悟はできているよ。二人とも、すまない。ま、この三人なら余裕っしょ。そうだね。僕たちが王座に君臨し続けるために、これからはより一層練習しなきゃね。顔が怖いです、月夜さん。前々から思っていたけど、小太郎は右足への体重移動の時独特の癖が出るから、それを。いやー、急にダンスオタクのスイッチ入れないで。俺は俺の正義を信じ貫くために踊る。あいつの牙城を崩すこと、それが俺の正義への第一歩だ。ちょっと、すまし顔してないで、このダンスバカどうにかしてよ。原因北斗なんだから。ああ、悪い。俺はその5倍練習しよう。バカじゃないの。いい心がけだね。じゃあ次のステージまで時間があるから、ギリギリまで練習しよう。